当たりです、うん、夏だね。切り取んなくなっちゃった。それはいい道だな。アテナもロータリーなくなっちゃったもんね。ここだけじゃないですか。で、こっちね。
そんな細いのにこうでっかいフライパン振ってるなと思ってて、だからセンターで由来があるんですね。あとで、あとね、40年ぐらい若かった。あ、してって言うけども。今のままがいい。親戚の方にも出ましたよっていう方だったと思います。いただきます。ありがとうございます。ご苦労さんです。